3つだ。3つ数えるうちに答えろ。出なけりゃぶっ放す。1つ。だから知らねえって。2つ。おい、いい加減にしねえと。3つ。分かった、撃つな。下だ、車の下だ。知らねえっつってんだろ。うわっ、うわっ、待ってこら。おい、うれ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 何持ってんだ、こら！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 そっきやがって！あの時確かにケースの中身は金だった。すり替える機会は奴には絶対にないはずだ。状況的に組の奴だとも考えられねえ。第一、これから裏切ると分かっている人間を取引に行かせるはずがねえ。だが金は消えた。どう考えても藤木以外には考えられねえ。でも一体どうやって。落ち着け。落ち着いてもう一度よく考えるんだ。どこかに必ず盲点があるはずだ。くっ
こうなったらもうビタ一文だってあいつに渡してたまるもんか。あの金は俺のもんだ。俺だ領事、信じてくれ。俺は本当に金は取っていない。よく考えてみろ。今は逃げ切ることの方が先決のはずだろ。こんな状況の中でわざわざ不利になるようなことをすると思うか。それはいい加減そのすぐ頭に血の上る性格直した方がいいんじゃねえのか。うるせえ。おめでえこと何かと信用できねえ。大体お前の言葉じゃな、思いやりってもんが全然足りねえんだ。単純だな。なあ領事、わかるだろ、今は仲間割れなんかしてる時じゃねえんだ。死ね藤木。この世をなし。